おやつタイム、焼き芋食べてるんですけど、これに付け合わせのお茶がこれこれ、さっきのねお茶だけど、チンピと三草人のお茶です。これ出がらしね、たくさんみかんの皮入ってますけど、このみかんが、みかんの皮もそうなんだけど、みかんこれね、このさつまいもを食べるときには必須と言いますか、私にとっては必須かなという状況にあります。なぜかっていうと、芋ってね、ガスがたまるんですよね、要はおならがたくさん出てしまう、それを抑えてくれるのがみかんの皮、みかんのお茶。むしろみかんと一緒に食べてもいいし、柑橘系ね、一緒に食べるとそのガスが抑えることができるんですね。だからこのチンピのお茶っていうのは、さつまいもと合わせて食べるっていうかね、合わせると、しかも美味しいし、効果も得られます。そしてさつまいもはね、成長作用がありますね。だから便秘改善にもなるしね、あとはね、補気類っていうところに属しているものだから、気を補ってくれるっていうところで、力が出ない時とかにね、やっぱりこれは力になりますよ。しかもさつまいもはね、日本救ったとも言いますよね。あまりにもこう食べるものがなかった時に、さつまいもがあったから生き延びれたみたいな説ってありますよね。私も本当自分、貧困でね、食べるものなくて、もうどうしようもない時にさつまいもばっかり食べてました。そういうなんか嫌な思い出とか、蘇らないのって思うかもしれないんですけど、なんか昔からね、このさつまいもは大好きで、ちっちゃい頃からよく食べてるものだから、むしろその辛かった時に焼き芋を食べるとこう精神安定したぐらいのこのさつまいも効果っていうのは私にとっては高くてね、今日もさつまいもと、そして、精神、ケアといいますか、慢性精神疲労にはもってこいなお茶をこう今合わせて飲んでいるわけだけれども、今日は割とそうも本当少ないんで、本当助かってます。だからポワーンとしてますね。とても嬉しい感じって言いますか、鬱解消になってます。